関係者によりますと、札幌市は物価高への対策として、一家庭1ヶ月あたり1,452円の浄水道基本料金について、10月、11月の2ヶ月分を無料にする方針を固めました。市内およそ102万件のすべての家庭が対象で、事業費はおよそ30億3,000万円となります。財源には、新型コロナ対応のための国の交付金を活用する考えで、 来月の臨時市議会に補正予算案が提出されるということです。今日午後、秋元市長が会見で詳しく説明します。